はい。お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、悪質な無在庫転売ヤーたちをバンダイのえ転売対策で赤番にね、追い込んでるんじゃないのっていうようなね、そんなね、メシウマな話が入ってきたんでえ、お話していこうかなと思います。元光のチャンネルでは、ジジニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、まあ。ということでね、今回ターゲットとなるのが、ジャンプ系の漫画の僕のヒーローアカデミアの一 一番くじのフィギュアたちになるんで、すよねで、えー、これ今ね、すごく人気あるんですよ。僕のヒーローアカデミアってジャンプの中でも。で、この一番くじがですね、12月の25日、まあ、今週末に、えー、発売されるよということで、えー、そのね、25日が発売だったんですけど、もうすでにフラゲ状態であのメルカリに出品されてたんですよ。これよくあることなんですけどね、一番くじの商品、もうあのロットで予約してる人たちは、もう購入したらあのロットで買って 何が何個入ってるかっていうのは分かってるからフラゲ状態で売ってたんですよまあ無在庫転売ですよねこれ1日2日ではあるんですけどで他にもこんな感じでね、えー、普通に売ってるんですよしかも買われちゃってるんですよねソルって買われちゃってる状態なんですけどでこんな感じでもうむちゃむちゃ高値で売られてるんですよただそのね、えー、一番くじがなんと急にですよ発売、えー、急にですね お知らせ一番くじの僕のヒーローアカデミアウルトラインパクト新型コロナウイルスの影響により納品遅延が発生しているため発売日は2022年1月29日より順次発売予定に変更させていただくことになりましたと。えこれ 発売日から、えー、2日ぐらい前に急にこれが発表されたんですよ。で、ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げますということで、本来だったら、えー、おどういうことだよ、一番昔だお俺買いに行くこと考えてたのにっていうことで、めちゃめちゃね、批判受けそうなんですけど、1か月後に急に延期されちゃったんですよね。まあ、ちょっとこちらね、リツイートといいね、元にさせていただこうと思うんですけど、元にね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらね、フォローしていただけると嬉しいんでね、よろしくお願いします。はいでまあ、やっぱ、ね これね、えー、結構批判あったりしたんですよね、えー、こちらとか「えー、息子がすげえブチギレました」とかね、うん、こちらね、えー、とかあこんな感じねさすがに遅くないですかとか急すぎるんですよ発売日から。 だって、えー、とこれがね、えー、21日なんで、まあ、3日前ぐらいか、3日前ぐらいにあのは発表されて、マジかよ、1ヶ月後かよということで、えー、なんならあの、すごいファンとかは、この日に休みを取ってたよとかっていう、そういう意見とかもあったりしたんですよね。ただですね、この遅延によって、 何が起こるかというとですね、こんな感じのことが起こるんですよ。えー、広カくじが1月延期されるわけだけど、12月25日以降に発送します。すでに手元にありますので安心してくださいって言ってた、転売ヤーさんたちはどうするのだろう。あと、それを購入した人もどうするのだろうってうこんな意見があるんですけど、本当だよね。 あだから12月25日から発送するんだよってフラゲ状態で売ってた先ほどのこういうものとかもう買われちゃってるんですよ。ソールドになってたりするのに、これどうすんのどうすんのどうすんの あれ、雲行き怪しくなってきた感じなんですけどね、転売屋からすると。で、こちらね、ちょっとリツイートといいねさせていただきますね。で、そのまんまあの話はね、どんどんもうみんながしじれ渡っちゃったんで、こんなえコメントがね、メルカリのその出品についてたりするんですよ。下から読んでいくものになるんですけど、バイヤーさん、1月後半になってますけど、大丈夫ですかとかっていう意見とか、こっちでは無在庫転売ですよね。商品発売延期にな とことをご存知ありませんかって質問がね殺到するわけです。で、購入しても絶対キャンセルしないでくださいよとか <laughs> スクリーンショットは撮ってありますので Twitter にて拡散させていただくこともできますよ。いいねしている方々お気をつけください。買っていいっすかとか <laughs>、まあ、とにかく煽られまくるんですよね。まあそりゃそうだよね。無細コ転売してるっていうのは規約違反ですからメルカリにおいて。うん、まあそんなことして、えー、しかも転売屋といえばね、もうみんなの敵ですからこんな感じで煽られまくっちゃうんですよね。<laughs> で結果どうなったかっていうとこんな感じなんですよ。 もうね新しい順で並べてるんですけど、すでにねあの一番くじの出品は一切なくなってます。これがあの本人たちが取り下げたのか、ペナルティ食らったのか、何なのか今は分かってないんですけど、うんまあ、とにかくあの消されてる状態、おー、よっしゃよっしゃって感じがするんですけど、で一体、ね、これえペナルティーとかってどうなっているのかっていうのはね、まあツイッターの意見とかちょっと見ていこうと思うんですよねあの。規約上はメルカリで無在庫転売って完全にアウトなんですよ。ただ実際にどういういペナルティー 受けたりだとか赤バンになったりするのかとかいうのはねちょっとあの実際になってみないと分かんない部分もあるんでツイッターの意見をちょっと見ていこうと思いますはいこ,、えー、こちらですね買われちゃうと確か無在庫出品でペナルティ二度とアカウントができない、えー、という噂ですよねってえマジ ペナリティ、ちょっとなんか、あのー、販売制限とか、期間を設けられるだけではなく、二度とアカウントができないという噂ですよねって。マジでそんな可能性もあんの <laughs> もうこれは、飯馬じゃんね。ざまーって感じがするんですけど、いやー素敵な発売延期ですっていうことで、もしかしたらね、あのー、永久赤版の可能性もあるんじゃないのっていう話があったりね。えー、こちら。 物販している方がペナルティーや強制大会させられるメルカリやラクマのことで、えー、ことが最近増えてるみたいです物販されている方気をつけてくださいいきなりペナルティーや強制大会させられるみたいなのでえマジなの あだからペ、えー、これね、無債子っていうのがダメみたいですということで、無債子やってたらいきなり強制大会、まあ、先ほどね、赤羽の可能性もあるだと、マジ、やっぱね、本当にありそうなんじゃないのっていう話なんですよね。で、ちゃんと物販するなら、アマゾンとかがおすすめだそうですということで、まあ、この人はね、物販系の、ね、話なんですけど、えー、物販系の人は、あのー ちゃんとやってたら予約販売とかもあるわけでそれ自体は別に悪いことじゃないんですよだからアマゾンはあのそこら辺は許可してるんですけどただねメルカリとかはフリーマーアプリなんで自分が今手元にないとそれは販売しちゃいけないでしょ販売というか出品ですね出品しちゃいけないわけですよ販売業者じゃないんだから <laughs> そりゃそうですよねなのでメルカリだと無責任転売っていうのは完全にアウトなんですよで、うんねえー、こういうことを言われてたりするんですよね ーこれ赤番なんじゃねえのって言ってね、ざまあって感じがしますよね。こちらだったら、ヤフオクもメルカリも荷物が届いてから、受け取り連絡をしてからでないと、代金の支払いがされませんということで、受け取りがね、あの完全に終わらないと、代金の支払いは行われないと。で、ヤフオクは届かず、相手との連絡が取れなければ、期限内に申請することで、返金されますので、払い損にはならないですね。返金もされ、無在庫出品した側はペナルティを受けるという流れですということで、まあ、買った側は、 まあ、うまいことあの返金されると。で、えっ、ー、と、販売してる側は確実にペナルティは受けますよというようなことを言われてます。そりゃバレるよね。だって、販売して、ね、最初のちょっと戻りますけど、こんな感じでもう買われちゃってるんだから、買ってる側からするとですね、え、届かないじゃん。え、モザイク転売なの。 とということで、で、ま、で、あ、通報できるわけですよ。相手がね、これちょっと用意できなかったんですって言ってても、この、えー、情報が残ってるんであればあの、ね、メルカに問い合わせたら、いや、そんなもんね、まだ今商品として発売されてないんだからっていうふうになっちゃいますよね。うん なので、少なくとも、あのー、出品をね、買われた人っていうのは、ペナルティは少なくとも、本光は受けてると思いますね。はい。ね、リツイートでいいね、させていただきますね。で、次の意見ね。えー、無在庫転売の今週の昼明の一番くじがメルカリから消えて気持ちーっていうことでね、今もう完全に今ね、まっさらな状態になってるんですよ。で、まあ、売れてるやつは赤番されろっていうことで、本当にね、赤番される可能性があるんですよ。もう完全に買われちゃってたら。まあ、だって、規約違反だからね。 で、永久赤板の可能性もあるということで、はい、こちらね、えー、ヒロアカは12月25日の一番くじ延期だって、楽しみにしてた人は残念ですが、SMSP 買いに行きますよ、転売屋はザマあミろーっていうことで、えー、イレイザー22000で売れてたけど、ドンマイということで、先ほどね、あの、お話した、えー、相沢先生かな、イレイザーね、22000とかで売,れら売られてたみたいなんですよね。<laughs> ねまあ、ドンマイということでね、まあ、それ買っちゃってたら、もう完全にアウトみたいですし、まあ、その、ネット上では、 買っっっってててるる人にもねやっぱり批判って言ってるんですよ、うん、だってそれでね、転売屋が次の活動につな、えー、がっちゃうから、うんう、少しでも転売屋から買うっていうことをやめないといけないんだよっていうことで、まあ、批判を受けたりするんですけど、まあ、転売屋よりは悪くないですからね。うん、まあそこら辺は、まあ、用語はあんましたくないんですけど、元光もちゃんと正規で買った方がいいと思います。転売屋、僕つにはそれが一番ね、効、えー、くんで。 はいまあ、ということでこんな話とかもありました。はい、こちらも、ね、リツイートといいね、えー、させていただきますね。はい、でもしかして、広墓一番くじの延期って新手の転売屋対策か何かなの っていうか来月、希望給出してないから、はた仕事終わりに残ってないかなということで、まあ、来月に、ね、なったことで、まあ、ちょっと、ね、困ってる人もいるわけなんですけど、ただ、これもしかしたら、バンダイの,あの転売屋対策なんじゃないのと、赤番に追い込む対策なんじゃないのっていうふうに言われたりするんですよ。結構こういう意見あったりするんですけど、うん、実際にあのペナルティ食らってる可能性は高いんで、元光のお話した通り。で、なると転売対策なんじゃないのって思うんですけど、まあ、そこまでは元光もね、 思ってないですねわざわざ急に延期させて転売対策してるっていうのはちょっと考えづらいかなと個人的には思ってるんですけどただですね、あのーまあ、予約状況とかを、まあ、確認できたりする可能性はあったりだとか 現在のね、受注の状態とか、とかまあ、実際に、あのー、生産が遅れてたりだとか、あのー、現在の状況から考えて、その生産数、今のまんま売っちゃったら、品薄状態になりそうだから、転売屋のね、あの意、ー、識になるっちゃうよというふうに、バンダイが判断した可能性は全然あり得ると思うんですよ。なので、生産がちゃんと追いついたにあに、あのパって販売した方があが、のー、消費者の人にね、えー、得になるんじゃないのかと。 いうような判断をした可能性は全然ありますよね、うん、バンダイさんといえばね、いろいろ対策もしてくれてたり、生産数増やしたりしてくれてるんで、実際ね、まあ、いろいろ批判とかもあったりしますけど、うんあの、ガンダムとかもそう、ガンプラとかもそうですけどね。まあ、なので あの何かしら、転売ヤーを意識してるっていうのは間違いないんじゃないかなと三光は思ってます。ということで今回のお話ね、ねちょっと待ってね、えー、ちょっとこちらリツイートでいいねさせていただきますね。ということで今回のお話なんですけど、まあ、バンダイの、ねまあ、対策なのかな,なのかわからないですけど転売ヤーに対する、ねまあ、意識を向けて、まあ、生産数ちゃんと落ち着くまで待ってっていうね話で転売、えー、ヤたち結果的には、ね、赤バンの危機まで追い込まれてるんじゃないの涙目状態なんじゃないのという,ようなお話で 皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは時事ニュースケのことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました